高知大丸では午前9時半の開店前から長蛇の列ができ、およそ500人が並びました。開店と同時に地下の食品売り場では菓子やパンの福袋に行列ができ、買い物客の熱気に包まれました。お菓子ばっかりお土産のものは買えましたか？あ、買いましたよ。いつももうなんかね、ここにね、買いに来るのが楽しみでね、いっぱいです。福袋は例年より3割少ない4200個で、今日明日中に完売する見込みです。